理化学研究所などの研究チームは、新しいプラスチックを作ったと発表しました。塩水の中に入れると原料に戻るプラスチックです。海の中で微生物がこの原料をもっと小さくすると言っています。このプラスチックは透明で、石油から作ったプラスチックと同じくらいの強さです。研究チームは、海の環境に悪いプラスチックの問題を解決するために役に立つ技術だと話しています。